みなさん、こんちゃす。ちょっと汚いもの見せていい？歯。歯の治療中なんですよ。一番左下の歯がさ、奥歯があって何もなくて、まあ、歯があるみたいな、一本空いてたんですよ。で、その歯がなくなってから約15年ぐらい経ってるんで、奥の歯が倒れてきてるんですよ。この間がなくなっちゃってるんだけど、この倒れてきたここの部分、こっからこっちを全部削ってなくして、今この間の歯をブリッジっていうのかな、ちょっと分かんないけどやるんですけどもセラミックにしてほしい。あの銀歯ちょっと嫌だからさ、セラミックにしてほしいって言ったらいくらかかったと思う？30万円です。いや、いいんですけど高いよね、やっぱり保険適用外らしくて、セラミックって、うん、高いコラボガチャ下手したら運極になる。さあ、そんなわけで本日は劇中審査員引いていこうと思うよ。はい、ぎこちゃんはゲーム実況者としていつまでね活動するのかちょっと謎になってきましたけれども、さあ本日もゲームをやっていこう。おにゃんこぽん、マフロバ、エンマ全部出るよ。しかも 24% じゃん。俺さ、エンマもマフロバも、お、受信ができるの？インドラ？あ、ちょっと待って、え？俺インドラ1個しか持ってないって、違うね、ラックマックスしてないじゃないか、ふざけんな、びっくりした。だからこれだからこっちだけ運極にするってこと、運極じゃねえや、重心化させるってことだね、重心化解させるってことだね、あ、重心化か、 OK させると。さあこれで一応3種類は運極になってるってことだね。うん、エロいな、3種類運極で。こいつもごめんなさい、先にやっとこう。大成功アップしてないからね、これにして。インドラなんかかっこいいよね、見た目ね。ツタンカーメンの偽物とか言われてたけど、ついに卒業できるんだね。おめでとう、おめでとう、インドラくん。若干竹美香槌だね、でもわかる、多分竹美香さん書いて、竹美香書いてる絵師さんなんだろうね。竹美香さんって言っちゃったよ。さあ、またおにゃんこぽん、おにゃんこぽん、おにゃんこぽんは、ちょっとラック順で見ようか。ラック順で並べてみると、あ、え、まだ4体しか持ってないの俺、やば。エンマは25、じゃあマホロバは邪魔だよ、上野卑弥呼30、いや、てか35か、35だね。いや、マホロバが一番運極に近いって、まあ、全然運極遠いんだけど近いっていうのが怖いね。てか待って、 24%、 まずは 5% からマホロバ、エンマ、おにゃくぽん狙う。請求 24% で、約 25% でしょ、だから4分の1で当たるんだよ。ふざけんなよ、ほんとに。なんかどっかで使った覚えはあるけどな、サファイア、お前。さあ行ってみよう、本番のコーナー。さあこの3体のやつどれでもいいよ、俺運極じゃないキャラクター当たるだけでもう儲けもると思うもん今は。うん、24%だよ、頼むぞ。おい、おい、やばい、嘘だろ、え、あ、はい、認めたくないものだな。おい、おい、お前ら光パッパって出てんじゃねえ、ビュー、勘弁してよ、本当にもう髪型も変だしさ、今日ガチャの内容も変だし、やばいじゃん、いいとこないじゃん。おい、20連続で光ばっかじゃねえかよ、俺光と闇の紋章力は高いからもういらないんだよ、わかるこの気持ち。できれば火水木、火水木、あい、火水木、オーマイガード、だから光ばっかじゃん、ちょ、どうしたの、マジで光ばっかじゃん、このもののけ姫の偽物みたいなやつ。あ、これさ運極じゃねえから嬉しいけどね、めちゃくちゃ。ひーみずきのキャラが欲しいんだ、はい、光
人はやめろマジで。もうそう、そういうこと、そういうこと。しかもグングニルは運極近いんだよ。ほれほれー、サファリパーク81だよ。美味しくね。ああ、でなんだったらラックマックスしてないやつ見ていい？ちょっとこいつゲイでだっけ、ゲイ防御。ちょっと忘れる前にやらして。本当はいらないんだよ、本当はいらないんだけど、やらして。こっち15個になったから、高人力が。なんでかっていうと、ありがたいことにね、ありがたいことによ、CM 見るじゃん、当たるのよ結構、コウ&ジン&玉が。嬉しくてね、それが。セキュー玉達成、ベンベンベン、ありがとう。嬉しいよ、レビューのマックスにしちゃうよ。モンシャル6がグイッたかったね、まあ、グイッつってもあれだけど、センキュー、ありがとう。で、君は役目を終えたように、押したよ、押したよ、大成功すんだよ。オーマイガッドピーポーヒュー、オッケー、それぐらいだよね今んとこね。うん、よろしく。まあいいよ、全然よく。いやー、なかなか厳しいね、やっぱり厳しげだよ。ひーみずき、やー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 、違う違う、ブリューダクトル運極だよね。しかもあれ、ちょっと嘘ついてるかもしんない、嘘ついてるね、完全に。とんでもねえ嘘つき誕生、ここに。しかも結構たまらん、あ、運極じゃねえかよ。あ、だからダメ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 、違う、こっちに混ぜるべきなんだよ、ブリューナクは。ちょっと待って、やばい、ブリューナクのこれでいいよ、この子に。これってさ、超バランスになってるじゃん、すげえもったいないじゃん。あ、もったいねえ、混ぜらんねえから、極まったら混ぜるか。まあ、何でもいいや、もうこれ今はいいよ。なんで今悩んでんだよ、悩んじゃったよ。でも待って、マホロバもおにゃんこぽんもエンマも出てない。名前忘れるけど君よく使うよ、近畿で。あー、チンチンね。あー、まあまあまあいいか。やばいな、限定が今日は引けてないな。限定が引けないということはそういうことだよ、悲しいということだよ。前田刑事、前田刑事はね、あー、オッケー、前田刑事か。前田刑事に武蔵坊弁慶、すごいな、ジャパニーズだね。待って、前田刑事、前田刑事は、あ、え、これで運極じゃん、3人目が。まあ、ほぼ変わんない。ほぼ変わんないけどさ、別に変わんないけど嬉しいわ。運極2体目しゃ、で3体目か、重心か神か進化、これが全部運極になった、嬉しいねー。でこいつを重心化させておく、今日はなんかいい日になりそうな気がする。いい日旅立ちだな、完全に。ありがとう。
オッケーで、チェックアウトしたことオッケー、ありがとう、素晴らしい。じゃあ続き聞いていきましょう。ちょ待って、限定当たったよ。おにゃんこぽんエンマまほろば、ねえお前超アップしてんだろ今日、当たってくれよ。超アップしてんのか、ちゃんとバナー見てなかったけど、ピックアップさせるだけは。それともリンツー懐かしい、超アップされてるよね、超アップだよね3体キャラは。バカ野郎本当かよ、もともと出にくいのかな、マンジだな。オーマイガードピーポーヒア、タイミングちょっと待ってて。期間ふざけんな、本当に席外してる間に爆死するな。ここでちょっとここで出しておきたい、出る気がする、限定がなんか出る気がする、うん、すごいハピネスな気がする、うん、ごめん動画長くなっちゃったよ、ちょっとちょい限定来る気がしてるんだ。2連続爆死なんてありえないだろ、超重心祭だからな。いや激だった、ハプねえけど限定じゃねえ、ラスト10連気持ちよく決める。